さて、それでは今回も前回の動画でついたコメントをいくつかピックアップして返信していこうと思います。まず最初のコメントがこちらです。伝説のチキンリトルさんからいただきました。竜王の声の人ってジライアの声の人ですか、ということで、そうです、大塚宝珠さんですね。まあ、この人は、すごい有名で、ジライアで、アジンの佐藤さんとか、ワンピースの Z とかね、声を当ててる方なんですけど、めちゃめちゃ渋いっすよねめちゃめちゃ渋いし、めっちゃ豪華で、すげえかっこいい竜王が次の段では見れるのかなと思うとすごい楽しみですね。お次のコメントがこちらです。キツナさんからいただきました。ザク好きなのマジでめちゃくちゃわかるわ、ということで、いや、もうやっぱりガンダムは敵の機体の方がかっこいいですよね。もうサザビーとかグフとかアッガイとかもうめちゃめちゃ好きなんですよね。やっぱりもうプラモデルとか買うときは必ず敵の機体を買うようにしてます。はい、お次のコメントがこちらです。マサオマサオさんからいただきました。グランプリルールの制限は次の次のカードパックで解除されるんですか、ということで、解除はされません、どんどん押し出し式、まあ、ロケット鉛筆みたいなもんですよ。どんどん押し出していかれるものなので、もうだからスタンダードパックはグランプリルールでは、未来永劫使えません。はい、まあ、だからそういうことですよ新しいデッキ、新しいカードで、戦ってくださいという、ことです。はい、まあ、でもマスターズルールでは使えるんで、まあ分解するかはちょっと悩みどころっていう感じなのかな。はい、ということで以上でコメント返信終わります。こちらの動画にもどんどんコメント書いていってください。それでは本編いきましょう。皆さんこんにちは、キスケです。今回は光と闇の異聞録、新しいカードがカードライブラリに追加されたので、そちらの方を一緒に見ていこうと思います。基本的には紹介してないカードをちょっと見ていきます。これかな、テリー地獄の刃、3コスト22、武器ですね。この武器が壊れた時、手札とデッキにある魔王系のユニットカードのコストマイナス1ということで、使われないような気がしませんかねで、魔王系のテリーで組むにあたって、果たして武器がいるのかっていう、で、こういうなんか3コスト22、鋼の剣によく似たようなカードを、採用するのかって言われると、ちょっとまだ見当がつかないですよね。で、ヒーローカードも何になるかもわからないし、って感じじゃないですかね正直すごいかっこいい、めちゃめちゃかっこいい武器なんやけど、使われるか使われないかって言われると使われないような気がしますね、僕は。はい、お次がこれですね、ヘルビースト、4コスト24、二王立ち、召喚時自分の手札に魔王系カードがあるならプラス2プラス2。おお、いいですね、バランス取れてますねいいじゃないですか強くね、強いですねこれ多分、魔王テリーとか組むならほぼ確実に、入ってくるほど、壊れたようなカードだと思うんですけど、4コストで、だから46でしょ、あらあら強いですね。これシーゴーレムで次のターンヘルビーストみたいな感じでつなげちゃうともうきついですよ、お相手は。これはだいぶ強いと思います。で、ほぼ確実に採用されるようなカードだと思います。バランス取れてますお次が、テリーはこんなもんかな。で、ゼシカ見ていきましょう。これまだですね。ピオラ1コスト、自分の手札のカードを1枚選ぶ、そのカードのコストマイナス1ということで、いやー使わないんじゃないかなとは思うんですけどね、僕は。どうなんでしょうかね、1コスト払って1コストマイナスするって考えると、まあなんか微妙っちゃ微妙っすよね。なんか別に得してるような気もしないし、そうだな、
まあ、だから低コスト特技と組み合わせて使えるようなカード、例えばあのワンちゃんね、はい、身長の杖で、まあ、シャドウをいっぱい出していくみたいなカードと組み合わせてあげると、まあまあまあ使えるかなとは思うんですけど、まあなんかほぼ確実にベロニカとかプチマージからの外れ枠として、使われていきそうかなとは思います。お次が魔導士は見ましたよね、これかビッグモアイ、3コスト41、召喚時自分の手札に魔王系カードがあるなら HP プラス3と仁王立ちを得る。ほう、なるほど、バランス取れてますねこれも強いですね。だからさっきのあのテリーのヘルビーストみたいな感じでしょうね。はい、まあ確かにそうね、都合よく魔王系のカードが手札にあるのかみたいなこと言われるとは思うんですけど、まあその辺って正直、まあ、勇者杯とか見ていただいた方なら分かる通り、いや初手に少年テリーあるから少年テリーぶっ壊れでしょみたいな、多分みんな思うじゃないですか。僕も思ってるんですけど高校2段目少年テリーテンションスキル回して、はいアントン、はい勝ちじゃないですか。だからそういう都合のいいように、手札が回ってしまうと、このビッグモアイだいぶ強いですよね。だから3コスト44の2王立ちでしょ、これはだいぶ強いね強い。だからまあミミックのデメリットなしプラス仁王立ちがついてるカードみたいな感じかな。だから魔王系のゼシカで戦うならこれもほぼ確実に採用されてくるようなカードじゃないかなと思います。これはだいぶ強いんじゃないですか。はい、お次がゼシカ終わりの、あ、なんか大体2枚ずつかな、アリーナ見ていきましょう。これ飛翔剣1コスト、敵ユニット1体に1ダメージ、このターン中に使った武術カードの枚数分ダメージプラス1ということで、いやーこれはさすがにさすがにって感じかな。どうやろうね、まあ確かに前列とか後列の概念は、ないんですけど、微妙っすよね微妙だと思います。僕はそこまで使われるようなカードでもないのかなとは思うんですけど、例えばユカアリーナとか、ユカアリーナとかで、まあ採用してると、まあ、飛び蹴りをいっぱい使って、で飛翔剣でなんか5点ダメージ出せるとかね、まあそういう使い方はできるとは思うんですけど、どうなんでしょうかね。まあ使われてもおかしくないポテンシャルは持ってるとは思います。はい、お次ブライ見た、イエティ見た、あクリフト見ていきましょうか。まあこれちょっと前回でもちらっと見したんですけど、詳しい感想とかは言ってないので、見ていきます。3コスト24冒険者、ククールを裏切った クリフトですね。召喚時味方一体の HP を3回復した後、次の相手のターン終了時まで受けるダメージマイナス2を付与するということで、結構強そうですね、悪さできそうですね。この味方一体ってことはリーダーでも、盤面のユニットでもいけるわけですよね。でその回復した、味方をダメージマイナス2ということで、まあ、次の環境のアリーナがどうやって戦っていくのか正直よく分かってないんですよね。例えばハヤブサの爪とかで、2回行動できる武器でガンガンリーダーが攻めていく、テリーみたいにどんどん武器使って、まあ、自傷しちゃうけどそれ以上の火力を出していくみたいな、そういうタイプのデッキが流行るならこのクリフト、3回復したプラス受けるダメージマイナス2っていうのはだいぶ強いと思うんですけど、どうなんでしょうか。まあ3コスト24っていうスタッツはだいぶ賢いかなとは思います。まあククールにいる時はねだいぶ不安定なクリフトだったんですけど、やっぱり片思いの女性の下で働くとなるとだいぶね柔らかくなるのかなはい、結構強いんじゃないかなと思います。はい、お次がこれか、いやベストスマイル、え、ベストスマイル見たっけ、忘れちゃったな
見れか。3コスト必殺技両プレイヤーは手札が7枚になるようにカードを引くと。うん、あ、見たね、多分見たわ。うん、あんま使われないんじゃないですか。ことぶきの4コスト3に召喚時、自分のデッキから特技カードをランダムに1枚手札に加える。自分の場に冒険者がいるなら代わりに2枚手札に加えるということで、これはそうか、ラーミアアリーナとかに組み合わせてあげると結構強いかなとは思ったんですが、どうでしょうかね。冒険者も採用しないといけない。例えばクリフトとかを採用しててラーミアでね、回復ができるんで、まあラーミアアリーナとかには無理なく入ってくるかなとは思うんですけど、まあ、クリフト入れてその次のターンコトブキーノでパーツを揃えていくみたいな感じで、まあ、使えるとは思うんで、これは結構悪さしそうな気はしますね。まあ、スタッツがちょっと弱いかなっていう気はするんですが、まあまあまあ使われそうかな。はい、お次がククール来ましたね。ククールどれだ、これか。2コスト特技カードですね。敵ユニット1体の攻撃力マイナス3、自分の場に冒険者がいるなら代わりに攻撃力マイナス6と。ちょっとさっきからピュンピュン鳴ってんのはあれですね、聞こえてるかな、あのチャンネル登録してくれた人の声です。ありがとうございます。これどうだろうな、使われないと思うんだよな。使われないと思うんですよね。さすがにイラストがすごい可愛らしいんですが、2コストでしょ。いやククール使いからしても、なんかわざわざとね、デッキの1枚2枚をこのカードで埋めちゃうっていうのもなんかって感じなんですけど、僕の言うことほんまに当てならないんですよね。僕前回のカード紹介でミラクルソードまあ使われないんじゃないですかって言ってた人間だし、ニードルラッシュも別にそんなって言ってた人間なんで、全く当てにならないと思うんですけど、当てにならない僕から言わせてもらうと、多分使われないと思います。はい、お次が、お、バギーマー来た。バギー系の呪文がついに来る。2コスト、おすレアですね。縦1列にいる全ての敵ユニットに1ダメージ、自分の場に冒険者がいるなら代わりに3ダメージということで、だからまあギガスラッシュ的な感じかな。うん、ギガスラッシュ的な感じですよね。冒険者がいるならギガスラッシュ、冒険者がいないなら全体1ダメージと、縦1列1ダメージと。あー、使いたいな、使いたいですね。純粋に使いたい。使われるかとかは置いといて使いたい。うん、バギマ系の呪文誰もやってないですもんね。つむじ風とか、まあ、そういうのは置いといて、そうですね。2コストってだからギガスラッシュは3コストで3点ダメージオールでしょ、縦1列でしょ。で2コストで、まあだからコスト的にはだいぶ得をしてるカードだし、まあ刺さればだいぶ強いとは思うんですけど、まあ冒険者ククールとか組むなら使われてもおかしくないかなとは思います。はい、イラストがすごいかっこいいですね。お次が、お、来ましたね、ヤンガス。これもまあちらっと見たんですが感想は言ってないのでちょっと見ていきましょう。3コスト3-4、まずスタッツがべらぼうにいいですね。自分のターン終了時、残り MP を全て消費する。消費した MP が1以上の場合、その数と同じコストのランダムなユニットを1体出すということで、まあこれ多分前の動画で説明してるんで省くんですけど、例えばククールって結構コスト余らして暇だなーみたいな時があると思うんですよ。そういう時にヤンガス出してあげると、余ったコストでランダムなユニットが召喚されるんで、だいぶいいんじゃないですか。入れ得みたいなカードだと思います。強いですよね。うん、でまあ面白いことを考えるとすると、9ターン目に導かれし者たちをして、冒険者のユニットをゼロにすると。で10ターン目、次のターンですね、次のターンにヤンガスを出してターン終了すると、10コスト分のユニットをランダムに1体出せるんで、だいぶ楽しいことが起こるんじゃないですか。やりたいですね。はい、取らないでくださいね誰も。はい、
これはもう入れとくカードなんじゃないかなと思ってます。次がトルネコですね。ネネ見ていきましたね。変化のステッキということで、3コスト敵ユニット1体をコストが1低いランダムにユニットに変身させると、自分の場に冒険者がいるなら代わりにコストが3低いランダムなユニットに変身させると。なるほどね。だから魔王デッキとかランプピサロとかだいぶすごい重たいようなデッキが流行ってくるなら、まあまあまあ採用されてもおかしくないかなとは思うんですけど、わざわざ構築に入れるかって言われると、まあちょっと微妙な気がしますよね。相手に嫌がらせするんじゃなくて、やっぱり自分の盤面強くした方が強いとは思うんで、まあ微妙っちゃ微妙。でもまあ、宝箱から引っ張ってくるとだいぶ不意をつけると思うんで、まあそういうところじゃないかなと僕は思いますね。はい、お次が、ロクサーヌですね。ロクサーヌ、この金のカードパックとか、あ、見れる、おー見れますね。ロクサーヌ見ていきましょう。4コスト44の冒険者、召喚時好きなカードパックを選んで手札に加えるということで、その好きなカードパックが、まず金のカードパックがこれですね。2コスト、以下の割合で抽選された2枚のカードを手札に加える。1枚目レジェンドレア 100%、 2枚目、レアが 20% でスーパーレアが 30%、 レジェンドが 50% ですね。で次が銀、はい、2コスト、以下の割合で3枚カードを手札に加える。ノーマル20、レア20、スーレア50、レジェンド 10%、 はい、で銅、4枚のカードを手札に加えると、ノーマル50、レア40、スーパーレア9、レジェンド1、4枚すべてか。まあだから使い分けができるってことですよね。手札が少ないなら銅でいっぱいカードを引こうとかね、手札に余裕があるなら金でレジェンドレアをとりあえず1枚は確実に引いておこうとかね、まあそういう使い方ができると思うんで、だいぶ楽しい配信者向けのレジェンドカードじゃないかなと思いますね。はい、てかトルネコになんか美人行きすぎじゃない？ずるくないこれずるいよね。リッカもおったし、ガルレイは見た。これですね、力のソロ版、7コスト22、味方リーダーがこの武器で攻撃した後速攻31の荒くれを1体出すということで、なるほどね。荒くれ呼びがスタン落ちしてしまうんで、まあそれ以外で荒くれが出るカードを用意したって感じですね。あ、懐かしい、いいですね。まあまあまあ、どうなるな。まあだから、まあ、ウォールとか何も貼ってなければ7コストで5点出せるってことか。で、まあマックス10点出せる武器みたいな感じで考えていいのかな。はい、まあ弱くはないと思いますね。だから荒くれみたい人はこれ使うべきですね。そんないるかなって感じだけど。次が占い師、ナイトウィップスはこれ多分あれですよね、トークンですよね。レジェンドカードラグアス王子見ていきましょう。2コスト22、応援、召喚時&攻撃時、相手のデッキの一番上のカードを見てデッキの一番下に移動させることができるということで、嫌がらせの塊ですね。まあミレイユとか、まあ、スタン落ちしてしまうんですけど、ミレイユとか、あと誰だっけ、こう、そうそうそう、グランマーズとかは自分のデッキを操作することができるんですけど、まあ、こいつは初めて相手のデッキを触れることができるということで、まあ、だいぶ強いっちゃ強いとは思うんですけど、何のデッキに入れんのって言われると怪しくなってきますよね。こいつ冒険者なんでソロからのサーチに引っかかっちゃうんで、まあ、そう考えるとどうなんだろうなっていう感じではあるかな。冒険者がちょっとねミニア増えすぎてるところはあるんで、まあ、やっぱりデッキ構築がだいぶ難しくなってくるかなとは思います。はいはい、お次が玉ねぎマンですね。これですね、3コスト24、占い1、ユニット1体の攻撃力を2にする、占い2、ユニット1体の HP を2にするということで、これトマトって
スタン落ちするんやったっけ、すんのか。まあでもこれ3コストでこの能力はだいぶ強いんじゃないかなとは思ってるんですが、まあスタッツも悪くないですよね。しかもどうなんでしょうかね。まあ使われることはないんじゃないかなとは思うんですが、まあ、わざわざ採用するかって言われるとちょっと怪しいっちゃ怪しいですね。はい。お次が月の波動はミターですよね。ミター、死神のタロットかな。5コスト占い、すべてのユニットに3ダメージ、占いに22のナイトウィップスを3体出す。さっきのトークンカードですね。はい。どうなんだろうな。まあでもすべての敵ユニット、すべてのユニットか。自分もか。ああ、なるほどね。まあでもこれ超必中で使うと、先に、オール3点ダメージ飛んで、そっからナイトウィップスが3体出てくるんで、まあ弱くはないんじゃないかなと思います。はい。弱くはないと思う。お次がピサロですね。はい。魔王のランプが、まあこれ紹介したんですけど、あのヘルスが1上がってますね。強いカードだなーって。前まで3コスト4-1だったと思うんですけど、あのヘルスが1上がっちゃってます。さらに強くなっちゃった。はい。まあこの辺はちょっと見たんで置いといて。魔王への生贄、7コスト、ユニット1体を消滅させる。自分の手札に魔王系カードがあるならコストマイナス3と。だから4コストでザキが撃てるみたいな感じか。普通かな。あとなんか、これも見てないですね。5コスト、活性の費用。自分の最大 MP プラス1、味方リーダーの HP を8回復。おお、強そう。これ普通に強そうじゃないですか。まあ、やっぱりランプするときって、まあ、自分の味方を1体、死なしてしまったり、まあ、33のミイラ出して、まあ、コストに見合ってないユニットを出して MP1 増やしたりするんですけど、まあ、この5コストで MP プラス1してさらに HP を8回復してくれるっていうことで、だいぶ安心しながらランプができるということ、これはだいぶいいカードなんじゃないかなと個人的には思いますね。はい。ということで以上で全ての、リーダーのカードは紹介したんですけど、ここで、新たに新カードの情報が出たので、ちょっとそちらの方を見ていこうかなと思います。こちらです。はい。キャプテンクローが登場ということで、こちらゼシカ専用のレジェンドカードになります。5コスト3-4応援、自分が特技を使うたびカードを1枚引くということで、まあ、こちらツイッターでの皆さんの声は、氷塊と相性良さそうに思えたけどスタン落ちとか、ラーミアゼシカ来るのかとか、グランプリルールだと今のところは微妙かなとかね、そういうコメントがあるんですけど、僕も最初見た時、あ、氷塊とすげえ相性が良さそうだなとは思ったんですが、あの改めてアプリを起動して、見ると、ヒャドとかイテツク大地とか氷塊カードがほぼスタン落ちということで、まあ、これを起動さすのがだからメラとか、なんか低コスト系のね、特技カードと相性が良さそうなんですけど、あまりない。使い勝手がいい低コストカードがあまりないということで、現状はそこまでって感じではある。まあでも盤面には残しておきたくないカードになるんで、処理を強要させるっていう意味ではまあまあ悪くないのかなとは思うんですけど、これってボイスつくんですかね。さすがにつかないですよね。まあだいぶ、将来性はあるカードなのかなと思います。で今後登場するカードでまた化ける可能性もあるんで、割かしじゃないですかね。はい。ということで、全てのカードを紹介し終わりました。まあ共通カードはまた、別の動画で紹介しようかなと
思うんですけど、皆さんはこのカードが一押しとかありましたかね。そういうの含めてコメント欄でガンガン書いてってください。よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンクエストライフを。バイバイ。